吉見ミ道5月22日から1988年5月18日は日本海軍の軍人として太平洋戦争を戦った海軍少将。戦後は慶応義塾大学医学部を卒業し医師として活躍した。海軍中将、吉見から海の長男として江田島に生まれる。弟の吉見博之は後に主慶大医となった。 祖父の吉見雲大は、越後長岡藩で、母親戦争で戦死している。小田原中学、広島一中を経て、海軍兵学校入校。1915年12月同校卒業。同期生に、矢野鹿造、中沢優、高木総吉らがいる。海軍法術学校高等科学生を卒業し、保風法術長、霧島文隊長。 津島法術長道の区分隊長等を経て、海軍調査に進級。熊法術長長戸副法長赤城法術長沢府駆畜艦長、瀬田艦長、出雲副長山城副長と、幹線勤務が多く、地上勤務は、海軍経理学校教官、横須賀陳府軍事部員などであった。 国連陳夫人事部第三課長在職中の1940年11月海軍大佐へ、進級。上海在勤部官夫婦等を経て、1943年7月13日、第64警備隊司令に就任。終戦まで、マーシャル諸島のオズゼ島の守備に当たった。1944年10月15日、海軍少将に昇進。 卒業席時が95名中89位の吉見は、同期の出世頭より、大佐昇進は4年、少々昇進は2年遅れであった。戦後復員した吉見は、医師として再出発することを決意する。中学時代に、岡山医専に合格し開閉に進んだという経緯は、あったが、すでに51歳という年齢で、そもそも医学部が入学を認めてくれるのかという。 問題があった。いくつかの大学に相談しても遠慮してほしいという回答であったが、慶応義塾大学医学部長、西野忠次郎に面会したところ、学問に年齢は関係ありません。入試に合格すれば入学できます。との回答を受け、東大を目指す長男とともに受験勉強に励み、慶応義塾大学部医学部に合格。共に大学入学を果たす。 卒業後の1952年7月、吉見小児会員を開業。しかしながら、経済力のない患者からは100円しか診察料を取らないなど経営は難しく、繊維として世界中を回ることとなる。かつて部下を失った海域に差し掛かると黙祷を捧げる吉見の姿が見られた。埼玉の老人専門病院に招かれ、老人医療に当たるが、 見舞いもしない家族に嘆いていた。自らを三等医者と称していたが、吉見の葬儀に寄せられた香電袋の中にあった手紙には、雪の中を応診した吉見に幼い子供の命を、助けられた親からの感謝の言葉が綴られていた。長岡藩士として続いた吉見氏は、代々医術に優れ、幕末には、大月玄卓や松本良順、小形公安に蘭学を学んだ。 祖父の吉見雲大は、白虎大使、飯沼定吉を治療した人物である。ありがとうございます。